竹下敦史です。今日はね、3月1日8時25分です。先ほどね、宇佐神社の方に行ってまいりました。お賽銭をね、ポケットにある、ものを全部バーンとお賽銭箱の中に入れまして、とてもね、お賽銭をこうバーンと入れるのってとても気持ちのいいもんですね。で、以前ですね、私ガランガランガランって鈴ね、壊してしまったんです。で、その時にこの鈴を壊したのは、初めてですと。で、これからはあなたが神様になってくださいっておっしゃられたんですね、神主さんが。これ冗談だと思うんですが、どういうわけだか神社に鈴がありませんでした。ごめんなさいね、ちょっと声がかすれてますけど、昨日、ハッピーバースデーというの歌をね、歌わせていただきまして、声の方もね、徐々に復活してくると思うと思います。これ、こういう声も味かな。そんなわけで、今日も3月1日、金外来の方へ、向かいますんで、それでは、今後ともよろしくお願いします。失礼いたしました。竹下敦史です。